九州コンビ8区番手、まずはここ6番の伊藤相馬がゆっくりと上昇開始、一本棒を崩してまいりました。さあ青番周回4コーナーからホームストレッチ、前で待つのが1番の脇本、さあ脇本が2度3度後ろを振り返りました。あとは中段で6番の伊藤が2番の犬伏に蓋をするような感じ。さあこのまま1番の脇本前から逃げるか、いや後ろから6番の伊藤、さあ九州勢がここで前を叩きに行きました。さあここで6番の伊藤が先頭に変わって、あとは巻き返していって2番車の犬伏、犬伏が4番手付近までやってまいりました。3番手の内目には1番の脇本がいます。飛ばしていく6番の伊藤、そして外から一気に2番の犬伏、犬伏がここで先頭に変わる。9番の松浦、そして4番の香川懸命の追走、あとは後ろから1番の脇本がまくってくるか。さあここで1番脇本が縦に踏んでまいりまして3番手まで上がってまいりました。さあ9番の松浦がこれを飛びにかかってくるんですが、1番脇本のスピードがいいか。4コーナー回ってくる、外を通って1番の脇本、脇本先頭で五輪。さあ前で関東勢8番の酒井が少し誘導と車間を空けるような感じ、中段には4番の松井、そして後方が5番の新田です。さあこのまま8番の酒井がかけていくか、動いていったのが5番の新田。さあ北日本勢動いてまいりましたが、前では8番の酒井、酒井もペース上げていって、さあ関東勢が前からまずは突っ張りました。4番の松井が4番手の立ち回り、そして5番の新田、新田がそのアウトコース、さあ中段が並走となりました。叩けなかった5番の新田がサイド縦に踏んでまいりますでしょうか。依然として中段が並走です。さあ飛ばしていく8番の酒井です。2番手が1番の平原、3番手には6番の杉森、中段は依然として並走なんですが、外並走、ここで5番の新田雄大が縦に踏んでまいりました。さあ1番の平原が気づいてこれを止めにかかっていく、外を通って5番の新田、新田がまくっていって先頭に、おっと1番の平原、そして6番の杉森に転倒落車のアクシデントがありました。先頭は5番の新田で4コーナー回ってる、先頭は5番の新田、番手から7番の佐藤慎太郎でしょうか。12レースは東のメイン清涼賞、残念ながらこのレースは転倒落車のアクシデントがありました。今ここで6番の杉森がゴールを通過しています。それではこのレース、人気の中心近畿勢が前受けを選択、中段には九州の2人、動いた6番の鳥取、まずは後方から中四国勢が一本棒を崩してまいりました。型通り後ろから6番車の鳥取優吾がまずは前を抑えに行きますか。打賞の周回に入りまして、ここで先頭は6番の鳥取に変わって、あとはここで九州勢が上がってまいりました。8番の伊藤相馬、さあ伊藤が中段さらに前を叩きに行きますでしょうか。さあ6番の鳥取襲いかかって8番の伊藤、さあここはちょっと踏み合いになってまいりますでしょうか。ただ2番の山田連携が乱れまして、さあ8番の伊藤は先頭なんですが、6番の鳥取番手にはまってすかさず縦に踏んでまいりました。あとは2番の山田と1番の小翔が中段ちょっともつれるような感じになりましたでしょうか。後ろから2番の山田が追い上げてまいりました。飛ばす6番の鳥取、そして2番手に入った8番の伊藤相馬、そして2番車の山田秀樹が3番手まで上がってくる。あとは1番の古性、古性が縦に踏んでまいりまして3番手2番手まで上がってまいりました。飛ばしていくのが8番の伊藤です。4コーナーを回ってくる、さあ外を通って1番の古性、古性最後は突っ込んだが、さらには5番の稲刈り、内側2番の山田、ただ前では4番の期待、さあ南関東勢が誘導員と車間を空け始めました。さあ4番の期待が前受け、さあ2度3度後ろを振り返っています。そして4番の期待が早くもペースを上げてまいりました。残り800を切って前から南関東勢がここはどうやら突っ張り先行、中段には8番の
姿、そして3番の新山が後方から一気に仕掛けてまいりました。さあ北日本勢の仕掛け、前では4番の北にも合わせるんですけども、3番の新山のスピードがいいか、9番の和田健太郎がちょっと離れている。さあここで3番の新山が先頭に変わって、追走が7番の森沢、さらには5番の成田和也です。あとは1番の松井が切り替えて4番手まで上がってまいりました。最終の2コーナーからバックストレッチ飛ばしていくのが3番の新山、追走が7番の森沢、3番手には5番の成田和也、 そして4番手から1番の松井浩雄が懸命に縦に踏んで、3番手2番手まで上がってまいりました。4コーナー回ってくる、外を通って1番の松井浩雄。さあまずは後ろから3番の松浦、先に動いてまいりました。山陽勢が先に動いて、さあ中段から2番車の金賀も上がってまいりましたでしょうか。4番手から金賀、そして中段から3番の松浦上がっていったんですが、1番の脇本が車を7番手に下げました。そして3番手から先に切って松浦が先頭に変わる。そして9番車の犬伏が反応してまいりまして、さあ9番の犬伏が抑えてここで先頭に変わりました。送り出して3番の松浦がうまく3番手をキープ。2番の金賀が現在は5番手、そして脇本は7番手です。さあ金が入って3コーナーから4コーナー前で9番の犬伏が先行勝負となりました。追走が4番の小倉、3番手に入って後ろ振り返って3番の松浦、先に仕掛けたのは2番車の金賀。さあ中段から2番の金賀がまくり上げてまいりました。最終の2コーナーからバックストレッチ、あとは中段から3番の松浦の縦に踏んでまいりまして、あとは外を通って1番の脇本、7番の山田洋平も切り替えていく。外通って1番の脇本が飛んでまいりましたが、4コーナー回ってくる、1番の脇本が先頭に変わる。脇本優太だ。さあ青番の3コーナー動いていったのが3番の増木です。まずは栃木勢が前を抑えに行きます。誘導と車間を切って9番の深谷はここで車を下げました。先頭が増木に代わって、あとは北日本勢が中段上がってまいりました。これで9番の深谷7番手に車を下げて、さあ3番手からここで4番の小松崎が縦に踏んでまいりました。北日本勢がジャンマイ主導権を握って、さあ後ろから9番車の深谷、南関東勢9番深谷の巻き返しが早い。前では4番の小松崎ペースを上げてくるんですが、ここは9番深谷のスピードがいい。1番の郡司、そして3番手2番の佐藤が7番の内藤をさばいてまいりました。さあ南関東勢は2車になって3番手に収まったのが4番の小松崎、あとは後ろから3番の増木匠、関東勢がまくってくる。最終の2コーナーからバックストレッチ、後方からまくって3番の増木、さあ増木3番手2番手まで接近してまいりました。さあ2番手1番の郡司がこれを止めにかかっていって、先頭は9番の深谷、番手は1番の郡司で4コーナー回ってくる。先頭は1番郡司に変わった、郡司先頭で五輪、2着は2番の佐藤か。ラインは細かく4つに分かれた細切れの4分線、前で待つのが近畿勢、そして4番手に5番の松浦、6番手には6番の松井がいて、後方は9番の新山です。さあ1番の脇本が誘導員と車間を空ける中、後ろからここで9番の新山、中段後ろを振り返って5番の松浦です。さあ前で待つのは近畿勢、さあここで後ろから9番の新山が行くんですが、前では1番の脇本、さあ近畿勢がペースを上げていって、さあここは1番の脇本が前から突っ張っていきました。さあ脇本の突っ張り先行、9番の新山ちょっとバックを踏んだ、そして5番の松浦は4番手を追走、6番の松井、そして2番の郡司と南関東勢もちょっと連携が乱れました。前から決勝戦、1番の脇本が突っ張り先、追走が7番の武将、3番手には8番の稲川翔です。
中段4番手、5番の松浦、さあ4番手、5番の松浦、バックっていけるか、最終周回の2コーナーからバックストレッチ、一本棒4番手、ここで5番の松浦がまくっていきました、3番手、2番手まで上がっていく、さあブロックを見せて、7番の古性優作、前ではかかっている、1番の秋元、4コーナーを回ってくる、番手から抜け出して、7番の古性優作、12レース。Thank you.